第一大福丸型貨物船は第一次世界大戦の最中の1916年から大戦終結後の1921年にかけて川崎造船所で建造された貨物船で建造数の総計は75隻に及ぶ。なお、一覧などの大大福丸の読みは大福丸であり大福丸とは濁らない。川崎造船所が手持ち資材を活用して 大量建造したストックボートのクラスの一つで、後に第一次世界大戦中に日本とアメリカ合衆国との間に締結された日米戦鉄交換契約に基づいて、日本側が建造した船舶のうち、川崎造船所の担当分船舶の一部にもなった。竣工後は一定数が契約通りにアメリカ政府及びイギリス政府などに引き渡されたほか、 日本国内の海運会社にも売却された。川崎汽船や第二次世界大戦期まで存在した国際汽船は初期の船体に第一大福丸型貨物船を活用して経営を開始した。本稿では主に建造までの背景や特徴などについて説明するが、席数が膨大な上に海外譲渡分に関しては不明な点があることから、 履歴などは極力判明している事柄のみを記すこととする。第一大福丸型貨物船の整備の背景には3つの伏線がある。第一線、第一大福丸の竣工写真で、船名表記が大福丸となっているため、クラス名を大福丸型貨物船とする書物もあるが、大福丸という名前の1676トンの貨物船は、 すでに1915年12月に川崎造船所で竣工している。厳密には大福丸の竣工時の船名は第10大運丸であるが、この船もまた手持ち資材を活用したストックボートとして建造された。よって大福丸が高物船という記述としては大福丸の存在を考えると正しくない。第1大福丸の船名表記が 大福丸となった理由は不明である。第一大福丸型貨物船と関係のない大福丸が実は第一大福丸型貨物船の整備の伏線の一つである。大福丸が竣工した時点では第一次世界大戦が勃発しており、戦火が高騰した一方で船を一隻でも欲しい状況となって内田信也、山下亀三郎、勝田銀次郎の三、 大船成金が台頭した。大福丸も川崎側に有利な条件で売却され、決して儲け商売とは言えない造船業では良いニュースとして扱われた。二つ目の整備の伏線は、防船会社からの貨物船建造依頼をめぐる話である。川崎で1000か80万円で貨物船を建造させたことのある防船会社が80万円に、 足が出る程度の価格と踏んで新たな貨物船の建造を川崎に依頼した。これに対して川崎は135万円を提示したが、防船会社は135万円では高すぎるとして川崎との話を打ち切って別の造船所に85万円で貨物船を建造させようとした。振られた川崎はその話を聞いて実現性に首をかしげたが、果たして85万円では 到底できないと、船会社と造船所との間でトラブルとなり、結局船会社が資材を提供するという条件で完成にこぎつけた。三つ目は、当時の川崎造船所の稼働状況である。第一大福丸型貨物船の整備に取り掛かろうと、した頃の川崎造船所では、戦艦伊勢とか客船、湖北丸、日本郵船が整備していた T 型貨物船のうちの、 田島丸、辰野丸及び、戸場丸ぐらいしか、新造船工事がなく、暇を持て余していた。川崎造船所の松方幸次郎社長は、当時、長期にわたる海外出張中であったが、これら一連の出来事を参考に、ストックボートの建造を決意する。総計で96隻ものストックボートを建造したが、その中でも、最も勢力が大きかったのが、9110両トン型の、 貨物船として建造された第一大福、丸型貨物船であった。船名の詳しい変船は、略歴の項に記す。なお、第二大福丸、第五大福丸及び、第七大福丸がないのは楽長その他の理由ではなく、すでに別のクラスの貨物船に命名されているためである。第二大福丸は、ハワイ丸の姉妹船、第五大福丸及び、第七大福丸は、 t 型貨物船である30日で完成した、大福丸第1大福丸型貨物船の建造に、際し川崎造船所では既存の貨物船をタイプシップとした。タイプシップとなったのは、大阪商船の志山丸型貨物船である。志山丸型貨物船との主な相違点としては、まずは、第1大福丸型貨物船では、 イシャーウッド式船体構造を採用している点である。イシャーウッド式船体構造は、使用鉱材が少なく済む割に構造が堅牢で、工期が短く、コストが抑えられるなどの特徴を有し、1915年からは、大阪鉄工所が日本での製造及び販売の独占権を持っていた。独占権の締結は、第一大福丸の機構に先立っているが、 川崎造船所と大阪鉄工所との間に、使用権量の諸交渉があったかどうかは不明である。いずれにせよ、イシャーウッド式船体構造の採用によって後期は短く、使用工材も少なく済むこととなり、これに、行員の熟練度の上昇なども合わさって、ついには、大福丸のように30日で完成する船も出現することとなった。また、船体寸法は、志やむ、 丸型貨物船とほぼ同一であるが、志差し丸型貨物船が車両甲板を有しているのに対して第一大福、丸型貨物船は平甲板型で、満載喫水も第一大福丸型貨物船の方が深かった。満載喫水の増加は、耐価重量の増加にもつながっており、平均で約1227トンも増加していた。重量トン数も大きく見せることができ、 売買上は、川崎造船所側に有利になると見られていた。しかし、第一大福丸型貨物船のキャパシティは、線形と比較すると大きすぎ、また、平ら板型を採用したため大破性に難があった。上層甲板のみに特設肋骨を配していた志、心山丸型貨物船に比べて、上層甲板の他に、下層甲板にも特設肋骨を配して、 強度を与えていたにもかかわらず、海洋での航海で船体が損傷する例も多々あった。大福丸は積み荷の変異でバランスが崩れて横転沈没したが、キャパシティが船型と比較して大きすぎたが、ゆえの事故かどうかは不明である。第一大福丸型貨物船は当社の造船士に新しいエポックを隠したことは間違いないが同時に昭和金融恐慌で、 川崎造船所が一時経営破綻した要因の一つともなった。第一次世界大戦の終結七75隻の第一大福丸型貨物船を含む96隻のストックボートの大半は売れ残り、川崎造船所ではストックボートを自社運航船として運用したほか、川崎規制や国際規制を設立して消化を図ろうとした。しかし、あまりの大潜伏を持て余して、 やがて国際基線の経営危機と川崎系企業からの離脱、松方の退陣、そして川崎造船所の経営破綻に至る。ひいては、量を求めて、質を求めなかった結果、民間船建造の分野では、三菱長崎造船所など他の有力な大造船所に一歩暮れを取る結果にもなった。太平洋戦争では、日本に残った第一大副丸型貨物船は一部が、 日本陸軍や日本海軍に徴用され、南方作戦など初期の作戦に投入されたが、1945年5月12日に沈没したサトシリマルとブラジルガンを最後にすべて姿を消した。海外に移った第一大福丸型貨物船の象徴についてはすべて判明しているわけではないが、イギリスを経てフランスに移った三隻のうち、 第3大福丸として建造中にイギリスに引き渡されたウォークイーンがギリシャ戦績クレアフィー・ヨアンナとなった後1954年に解体された判明している中ではウォークイーンが第2次世界大戦を乗り越えた唯一の第1大福丸型貨物船である川崎重工業の記録に基づきいずれも竣工時のスペックである船体寸法については 水長百117.35メートル、全幅15.54メートル、喫水10.97メートルで、これは75隻すべて同じなので割愛した。機関性能そのもの加工史条件に、村が多かったのか、イースタンクラウドは、大やけ試みでの機関最大馬力が3154馬力しか出ず、オレゴン丸の格子最大速力は11.68ノットにとどまった。なお、 1923年4月の時点で遭難。その他の理由で機械がなかった船以外は、機関が石炭戦争から重油戦争に改造されている。ありがとうございます。